思うんですけどね、ここは止めたバットになりました。ファーストゴロ、あーっと弾いて、ただピッチャーにちょうどトスされたか、こうなってアウトか、アウトです。ちょっと珍しいプレーになりました。吉田光成もよく取りましたが、清宮がちょっと弾いて蹴るような格好になったんですが、いやでも珍しいプレーでしたね。本当になかなか見ないですね、ここはトスしたわけじゃないですからね、取ろうとして弾いてそれがトスになった感じで、その後這いつくぶり張りながらここへね、最後よく吉田光成も立ち行きました。これってあの一塁手が若干邪魔してますよね、走塁に対してですね。そうです、はい、ボール持ってない状態、はい、だからなるほど、接触してるんで、Thank you.